コモリグモは、蜘蛛な蜘蛛木、コモリグモからイコシデイに属するクモの総称である。メス親が、卵と幼虫を腹部で保護する習性があることから、この名がある。コモリグモは、活発な徘徊性のクモであり、やや小型の種が多い。体色は灰色か褐色を中心とした地味なものが多い。東京部、腹部はいずれも、楕円型で、目立った特徴は少ない。 目の配列は特殊で3列をなす。前列眼は小型で、ほぼまっすぐに並んでいるが、後列の目がよく発達する。あと中目が特によく発達し、前方を向く。後ろ側眼は後中眼よりずっと後ろに位置するので、全体としては3列をなすように見える。足は比較的たくましい。後ろ足が長いものが多い。足の爪は3本で、 巣盲性の雲の系列であることを示している。巣穴で卵を守るコモリグモ科の一種徘徊性で地上を歩き回って虫を捕らえるものが多いが網や巣を作るものもある。コモリグモ科は1973年8月までは毒グモ科と呼ばれていた。これはヨーロッパの伝説の毒グモであるタランチュラコモリグモの仲間だったからである。しかし、 実際にはそれほど強い毒があるわけではなく、ただでさえ蜘蛛といえば毒と言われる中、この名前は誤解を招きすぎるとの判断から解明することとなった。保育修正があることに基づいて現在の名が使われるようになった。それに伴い個々の属や種の和名も変更になった。英語圏ではウルフスパイダーと呼ばれる。子守蜘蛛科には多くの属種がある。 代表的なもののみあげるにとどめる。こもり雲からエコシデイ。ありがとうございます。